レパグリニドは、ミチグリニドやナテグリニド等と同じフェニルアラニン誘導体であり、グリニド系と呼ばれる群に属する、蛍光糖尿病薬の一つである。1983年に発見された。水臓の β 細胞からのインスリン分泌を促進する。日本では、商品名手アポストで、大日本住友製薬により販売されている。米国ではプランデンである。カナダでは、 グルコノーム、エジプトではラパグラナイド、他の地域ではノーベノームという名称で、デンマークの製薬企業、ノボノルディスクにより販売されている。新型糖尿病で、食事療法、運動療法の効果が不十分な場合に適用される。食事療法、運動療法を十分に行いなお、効果が不十分な場合に用いられる。デパグリニゾは、 水臓のランゲルハンストを β 細胞の細胞膜にある ATP 依存性カリウムチャンネルを閉鎖する。その結果 β 細胞が脱分極して細胞のカルシウムチャンネルが開き、カルシウムが β 細胞内に流入してインスリンを放出する。スルホニルーレア系の薬剤と同様の薬理作用を示すが作用時間が短く、スルホニルーレア系の薬剤と比べ、 低血糖発作を起こしにくいと言われている。下記の患者には近忌である。英語の添付文書ではさらに、デムフィブロジルを服用中の患者は近忌とされている。肝機能障害、または重度の腎機能障害を有する患者、インスリン製剤を投与中の患者等には慎重に投与すべきである。重大な副作用として、低血糖、肝機能障害、心筋梗塞があるほか、下痢、 おうと、体重増加などが報告されている。英語版添付文書では、心筋梗塞のほか、強心症、心血管心が重篤な副作用とされている。レパグリニドはサイプ 3A4 酵素の基質となる物質であり、シクロスポリニア、クラリスロマイシン、アゾール系抗心筋薬と同時に使用すべきではない。レパグリニドと蒸気の薬剤を同時に内服すると、レパグリニドの 血小中濃度の上昇をきたし、低血糖を起こす恐れがある。リファンピシンの薬物代謝酵素誘導により、レパグリニドの血中濃度が低下する可能性があり、血糖効果作用を減弱することが予想される。クロピドグレルと併用すると、急激に血糖値が低下する。療薬剤を同日に服用すると、レパグリニドの血中濃度は5倍に上昇する。レパグリニドは、 スルホニルーレアと同様の作用基準であるので併用すべきでない。レパグリニドの元となった薬剤は1983年に発見され、1990年にベイリンガー・インデルハイムが買収合併により権利を獲得した。レパグリニドはノボノルディスクにライセンス供用され、米国 FDA に1992年4月に新薬臨床試験開始届が提出された。 その後1997年7月に新薬承認申請資料が提出され、同年12月に速やかに承認された。日本ではノボノルディスクが開始した医薬品開発を大日本住友製薬が2004年に引き継ぎ2011年1月に承認を取得した。米国での商品名プランデンは作用時間がプランディアムにかかる時間と近いことから、 名付けられている。ありがとうございます。